浜中町東仏では昨日午後6時前、夫が釣りに行って帰ってこないと警察に通報がありました。行方が分からなくなっているのは浜中町キリタップの平野耕作さん85歳で、平野さんは家族に夕方には帰ると話していましたが、夕方になっても連絡がなく携帯電話も通じないことから警察に届け出ました。現場は切り立った断崖で、釣りに使う餌が残されていた以外に痕跡はなく、警察と消防は海に転落した可能性があるとみて捜索しています。また後市の岩内町大浜では、昨日午後8時半ごろ、港の防波堤で同僚と釣りをしていた20代の男性が急に姿が見えなくなり行方不明になっています。